志賀のフレッシュ情報をお届けする J のおっさんニュース。合言葉は J J。放送ではもう少し後になりますが、6月12日のビワイチアンギャで安野さんは彦根市にある JA 東琵琶湖ファーマーズマーケット美浜館さんに立ち寄ったんですよね。そうやね、 JA 東琵琶湖さんの応援団と一緒に歩いたで。さて、その美浜館さんといえば彦根梨で有名ですが、その美味しさを多彩な加工品にしているんですよ。梨って美味しいからです。さて、最初は梨がコラボする加工品、その名もナチャップ、うん、こちら焼肉のタレっていうものがありまして、焼肉のタレ、はい、梨のケチャップっていうのがあって、うん、あと、ドレッシングとパスタソースっていう 4種類で展開してます。すごいなナチャップシリーズ。なって、なしのなっていうことね。なんか今後ろからちょっとこれも言いときなっていう手が出てきたね、これ。これは現在売り出し中なんですけど、もうてる彦根梨を使ったシャーベットなんですよ。で、彦根の糸重さんとコラボした商品で、はい、見てください。あ、すごい梨感。あ、ほんま、すごい梨感。いいよ。じゃあちょっと僕いただきます。あ、めっちゃ美味しいこれ。ほんま、ここめっちゃ美味しいっすよ、ほんま。どんな感じ。え、もうほんまにね、なんぼでもいけるっていうか、ほんまこれめっちゃ、これは美浜館に来たら買えるんですか。買います。もう売ってるやつやから。めっちゃ美味しいっすよ、ほんま。いや、今度どんどん名産生まれてええの。そうですね、今、どんどん今広げていったところなんで、はい、まだまだ余裕しゃくしゃく、なしシャクシャクの感じやうまいですね。いやこれええわ。トマトが、え、そうなんです。え、トメーロ、トメーロ。これは、なしとはちょっと関係ないんですけど、うんうん、今、旬の野菜直売所では、はい、すごい、ぎょうさん売ってますで、はい、今やとトマト、これからやと万願寺唐辛子とか、もう名産が止めるなく出てくるすごいな。真っ白のトウモロコシとかもあら、めっちゃ白い。ほんまや。で、これが普通のトウモロコシより糖度が高くって、うん、おすすめなので、見ていて買えてもらえると。トマト、これはね、館内で取ったコシヒカリを使った玄米茶になってて、はい、なるほど。東琵琶湖オリジナルの商品になってます。オリジナル、オリジナルです。あー、すごい。さらに、こんな商品開発も。カレーにリンゴは聞いたことあったけど、カレーに梨初めて聞いた頑張ってみました。ほんま、ということは、改良に改良、いろいろ、ね、なんか血のにじむ努力をして美味しいお味に仕上がったよね。で、皆さんが中心になって開発したの。そうですね、まあ、会議とか重ねて、今頑張ってところですね。ここに、いや、ここにね、実は用意させていただいてるんです、彦根梨カレー、うん、いただきます。めっちゃうまい。めっちゃ美味しいっすよ。食べたけどめっちゃうまいだけやった。めっちゃうまい。うん、分かる分かる、伝わって。どこが。これ甘口です、僕今食べた。うん、あのね、うん、ごめんなさい、めっちゃうまいっすよ。さらに辛口にも挑戦。僕から口歯かもしれない。なんでちょっとおばあちゃんみたいな言い方。めっちゃ美味しいです。ほんまに、ね、ピリッとくるんですけどね、彦根梨のね、甘さがあってね、これめっちゃ美味しいです、はい、いや、これ多分ほらプロジェクト東琵琶湖で黒地に白地でピーン言うて自信が持てた一言出るシーン違う、これ。いや、期待してるで、これ。ぜひぜひ発売を待ち遠しいです。